長野県を走る3つの特急列車を乗り継いで景色を楽しむ旅をしています。その様子は3本の動画に分けて皆さんに紹介しており、この動画は2本目にあたります。新宿を朝の8時に出発する特急あずさ3号に乗って、まず最初は昔の建物が並ぶ木曽路を見学、その後そこを通り抜けてきた特急信濃号で県庁所在地の長野駅へ、長野の近い駅から出発する特急スノーモンキー号に乗って湯田中温泉に向かいました。ここが本日の目的地です。この動画では湯田中温泉の様子を皆さんに紹介します。ところで以前から全国の旅館業を営んでいる方に、ぜひ私に取材してほしいところがあったら連絡してくださいというふうに、メッセージをお送りしていたんですが、その時いの一番に連絡をくださった旅館さんがこの湯田中温泉の清風荘さんでした。ぜひスーツさんうちに泊まりに来てください。今回は宿泊代をタダにしていただいたということも正直に視聴者の皆さんにお知らせします。あ、でここが清風荘かと、私もね Google マップなどを見てきたんですが、あ、結構小さい旅館なんだなと最初この入り口を見て思いました。ただ建物は相当古そうです。いや少なくとも戦前だろう、後で聞いたらば明治20年代とかそんな風におっしゃってましたね。ところが意外にもですね、この建物は長方形でして、その短辺が正面玄関になっていたようで、かなり奥行きのある建物だったのです。相当広い旅館でした。あ、スーツさんいつも動画見てますよ、ありがとうございます。私は撮影の技術には乏しいので、すいません、なんかこう動画で使えるような素材ありませんかと言って綺麗な写真をたくさんいただいてしまったんですけれども、清風荘さんではまずお風呂が3つあって、ここが一番大きな露天風呂、まあ、他にも味のあるお風呂があり、湯屋建築と呼ばれる建物の上が湯気が逃げるように高く天井がなってますけれども、その中に実は長野県は全国2番目のリンゴの産地でありまして、そのリンゴを浮かべたリンゴ風呂、そして夕飯もリンゴをたくさん使ったもの、この辺が特に湯田中温泉の周辺がリンゴがたくさん取れるところで、やってくる途中の列車の中でもたくさんリンゴの木が植わっているのを見ることができます。建物も場所によっては明治時代からの歴史を感じさせるような場所があります。そして本日は残念ながら今年暖冬だったので、あまり雪の雰囲気を感じることはできなかったのですが、冬はこんな感じの景色になるんだそうです。明治時代の建物とは言っても中はちゃんとリニューアルされておりますから、そんなに古いとかボロいとかそういった印象は受けません。ただこのような階段とかね、部分部分で見てみると、ああ、これは確かにすごい古い建物なんだなと感じられるところがたくさんあります。少し急になっている階段を登ると、奥のこのタイル、これもまあ明治時代のものじゃないと思いますけど、結構古そうですよね。こういうの私好きですよ。この右のところにいろんな部屋があると書いてありますが、このような木造の建物で2つとして同じような部屋がないんだそうです。部屋に入ってみましたが、あら、これ布団敷く場所がないな、ということはこれだけではこの部屋は収まらないということですね。相当広そうなところです。お茶セット、それから奥には温泉の文字が入った温泉まんじゅうです。そしてこっちがその寝室なわけですが、いや随分広いところですよ、これ大変立派。奥にもどっしり分厚いこたつが置いてあります。ちなみに1泊2食付きでね、1万2000円とか、それぐらいから確かあるという話でした。私が今回泊まった部屋が一番広い竜王というところで、そこは多分値段の設定が少し違うと思いますが、1万2000円、1万3000円台からってことであれば、結構安いと思うんですよね、2食付きで。まあこれから夕飯の様子など皆さんに紹介しますので、ぜひご覧になってみてください。まあ、本当このところの暖冬というのは厄介なやつでしてね、ニホンザルが温泉に入らなくなったり、明日また動画で撮りますが、それからこのこたつがね、立派なのがあってもすごく心が惹かれるんですけど、まあ夜になると気温下がると思いますが、まだ今のところはあってもね、そんなにこれのスイッチを入れて入ろうという気にはなりません。しかし広いな、これ。何で泊まれるんでしょう。あそこにあの3つまだ座椅子がありますからね、やろうと思えばここにこたつもう1個ぐらい設置できるキャパシティがありそうですね。またこれも開けてみます。おお、なんかすごい恐ろしく動きがいいな。元気いっぱい、指を挟まないように気をつけな、挟まないように気をつけましょう。湯田中温泉の夜はね、前来たけどめちゃめちゃ綺麗でしたよ。街全体がライトアップみたいな感じですからね。おお、いや、さっきね、私もあのここ通るときにマスクをしておりましたので匂いがあんまよく分かんなかったんですが、なんだろうな、こう和風の香りというのかな、素晴らしいいい匂いがする。向かい側は温泉旅館って書いてあって、明かりがついているようだけど、今はコロナウイルスの関係で外国人観光客が減っているそうですから、お休み中なのかもしれませんね。それじゃあ6時半、夕飯の時間ですよ。普通6時半に夕飯とか食べませんからね。なんかもうその時点でね、非日常感が、いつも夕飯食べる時間とか10時とか11時とか12時とかだからな、もう不健康も聞かないですよ。
このうっかり失敗するとスリッパがこんなになっちゃう。この感じがいいですよね。旅館にいるって感じがするわ。木造家屋だとありがちなことです。これあのうちに泊まりに来ているお客さんがカメラマンで写した写真です、ね。へー、はい。でそこにもサインがあるんですけど、はい、うち実はテレビ東京の片尻尾のドラマ、サスペンスドラマの撮影を3回ぐらいやってて、へー、あ、そうなんですか。はい、それでこれサインです。へえ、あ、すごい、ありがとうございます。あ、ここがお食事処ですね。はい、ありがとうございます。お食事処に呼んでいただいたんですけども、これもまたこんなね、めちゃくちゃ広いんですけどね、こういう広いところに連れてきていただきまして、ここに置いてございます。これね、早速あのもう料理はねすでに紹介していただいてるんですけども、信州牛っていうのかな、中にブロッコリーだのなんだの入っておりまして、これからですねあの旅館の毎度恒例イベントですけども、まあやっちゃうか、このチャッカマンでもって点火をする。チャッカマンの点火の瞬間が映ってませんでしたけどね、これなくして旅館ではないと思います、毎回そう思う。それからさすが長野県ということで、あの海こそなければ物沢にと言いますが、海がございませんので、鯉が、天ぷらこれ天ぷら唐揚げか唐揚げになって、こちらの天ぷらですね。でこれはね、リンゴの天ぷらだそうです。この辺りはもう道中でも皆さんにご覧に入れたと思いますが、リンゴ畑がたくさんあるわけでございます。でこれもね今言い忘れましたね、信州牛サイドの生での登場ですけども、これはリンゴを食べて育ったんだそうです。いや贅沢なもん食って、長野県は全国第2位のリンゴの産地、しかし海からやってきました贅沢の象徴、生のお魚などもおります。これは何だっておっしゃつかな、あ、これはニジマスですね。ニジマスが五章卵、茶碗蒸しだな。長野県の茶碗蒸しは多分甘くないでしょうね。地方に行くとね、茶碗蒸しが甘いということがあります。まあ特に東北地方ですけどね、東北地方の茶碗蒸しはもうプリンですから、まあ東北の話は今どうでもいいと、ここはあの信州ですんでね、長野県って言葉好き、大好き。リラックスなります。新山ヒノキ風呂使用しています。ちょっと読めないけども、この宿の案内が書いてありましたけども、この宿には3つの温泉お風呂があります。3つあるのがすごいですよね。客室も結構少ないしね、贅沢ですよ。これ1泊1万2000円からっていうのから大したもんだと思います。本日はようこそお越しいただきました。ちゃんと広げれば読めるんですね。それからこちらは多分ストレートってやつでしょ、あの通常のアップルジュースのあの透明なやつとは違うリンゴジュースでございます。美味しいね。気づいたらなくなってるやつですよこれ、本当になくなりました。ご飯登場ですよ。これスーパーコシヒカリって言ってたの、基本的に地元の食べ物を用意していただいてるんですけども、木島平、もうこのすぐ近くですよね。ここと野沢温泉の間ぐらいにあるところです。旅館のお食事っていうのは基本的に味付けが濃いめですんでね、ご飯はたっぷり食べてしまいます。今日はさらにお蕎麦もサービスしていただけるそう。いやサービスなのかな、多分そうだと思うんですけど、地元のね、農家を、作ったなんかその蕎麦をすぐ出していただけるって話でしたよ。でかくなる上はお吸い物ですけど、なんか柚子の香りがするかな、それ気のせいかもしれないですけど、キノコが入ってて蜜葉美味しそうだな、こういうの好きなんですよ。先に食べちゃいたいところですが、まあいろいろね旅館は食べたいものがあるんですが、まず優先的に冷めては絶対にいけないこういうお魚から食べた方がいいですね。うん、鮭みたいだな。ニジマスって塩焼きしか食べたことなかったけど、こういう風に食べると、うん、胡椒が効いてて美味しいわ。洋食でニジマス調理したの初めて食べた。はい、で、信州牛というやつですけども、これいいかな、なんかこう置くの貯められるんですね、油物をここに置いたら。あとで掃除が大変なんじゃないか、まあ、自分家じゃないから別にいい、そんなこと言っちゃいけないからね、お世話になってるんでね。でまあそういうもんでしょう、自分家じゃないからいいんですもんね、旅館の家とかがこれです。もうこんなに火が通っております。早く食べた方がいいな、これはね。この青い固形燃料で焼くやつは結構固形燃料が完全に燃え尽きるまでずっと火通してる人もいるんですけど、それやるとあの焦げる場合がありますんでね、もう絶対あれですよ、自分で見極めて食べた方がいいですよ。多少レアでも食べられるんだから。うん、
なんか脂身とかあんまそういうのがなくて肉の味がしてきますね。早く食べよう。もうちゃんと火が通ってるから今のうちに全部まとめて食わないとウェルダンにやってしまう。これですよ。これ贅沢な感じ。この後片付けとかを心配しなくていいっていうのは楽でいいですよね。旅館の良さってのはもうなんかそういうところにあるんじゃないのかな。どっちかっていうとなんか専業主婦とかの人がね普段の家事労働から解放されるっていう点が旅館の魅力の一つなんじゃないかな。だから日本でこんだけ受けてるんじゃないですかね。うん、ご飯がどんどんなくなります。そしたら次にですね、これそばが到着しましたんでこれは速やかに食べないといけない。伸びちゃいますからね。ちょっと太めのそばだな。うん、うまいわ。うん、少なめでお願いしました。少なめしていただきました。やっぱあのそばの本場で出てくるやつ、これ冷たいの出てきたわけですけど、冷たいそばも圧倒的に美味しいですよね。麺類って基本冷たい方が締まってていいと思うんだけど、ラーメンぐらいじゃないですか、冷たい、あったかい方が美味しいのは。うん、私そばってあんま好きじゃないですよね。長野県とかのそばはなんか主張がそんな強くない気がするんですよ。まあ、そばの風味はしますけど、あ、これぞそばだ、そば、そばの香りがします。はい、そば粉、ジャリジャリみたいな感じじゃないんで。生は好きなんですよね。あとは、リンゴの天ぷらなんですけども。シャキシャキしてるけど、煮リンゴに近いですね。このまま食べちゃっていいのかな。醤油とかなんか塩とかつけた方がいいですね。醤油あるからつけてみよう。あ、うまいと美味しい。スイカに塩塗って食べるみたいなもんです。塗りはしないか。これ美味しいな。皆さんもね、あのリンゴに醤油かけて食べたらいいわ。あ、美味しい。はい、続いてこちらはもうすでに1個食べちゃったんですけども、鯉の唐揚げ、唐揚げでございます。南蛮っていうのかな。うん、美味しいですね。あの泥臭いとか何とか言われることもありますけど、美味しく調理すれば匂いのしない鯉。また多分この唐揚げっていう方法がいいんでしょうね。どこの鯉ですかね。松本城のお堀のああいうやつとかじゃないんだろうけどな。あの鯉はまずそうでしたからね。ちょっと鯉も鯉で苦労してるんだと思うんですが、ちょっとタレを追加しておきましょうね。お刺身もうまい。昔の長野県ではね、刺身なんか食べれなかったと思いますよ。冷蔵庫とかなかったような時代には。海が遠いですから、こんなホタテまで来て立派な時代になったもんです。うん、この湯田中なんか海の魚が取れないどころか海の向こうから観光客がいっぱい来るんだから本当に大したもんですよ。あとですね、旅館に泊まりまくってる私としてはもう旅館あるあるなんですけども、基本的に温泉旅館の食事というのは多くまだあります。でしかしこのような味が濃く、かつこれは野沢菜漬けという長野県でなくてはならない美味しい名物ですが、これも残ってて、これを美味しく食べるためにはご飯が必要なんですよ。もうだからね、あの追加のご飯に手を伸ばさざるを得ない。もう満腹なんだけどね、食べないで帰るわけいかないですから。このね、泥沼のご飯をおかわりに挑戦するようになりますと、ここ結局温泉旅館なのに食事終わった後にもう動けなくなってですね、そして、温泉なんかもうどうでもいいんじゃないかとか、そんな気分になってくるんです。ちゃんと入りますよ。今回はもうただで泊めてもらってるんですから、ね、それでお腹いっぱいだから温泉入らなくていいわとか、そんな許されないでしょ。何のために泊めたんだってことになりますよ。まあそんなことなくてもいつも入りますけどね。それ必ず言ってきますよ。温泉旅館泊まって温泉に入らなかったことは一回だけあったな。でもな、なんかバカだと思いましたね。もう二度と繰り返す前。これも美味しいんですけど、こう染み渡らせて大根と一緒に食べるのが美味しい。何のためのご飯だ。ではお腹はいっぱいにございます。戻ってまいりまして、こたつを余熱してあるな、これ。あら、よし、座布団が外れちゃって、よっこいしょ。おお、あ、いいな、これいいよいいよ。おっ、
こんなん最高ですよ。あー、まあ、当たり前のようにこたつは肩まで入るんですけどね、温泉と一緒。夜中いっぱいになって、こたつ入っていい気分になって眠って、気づいたら朝と。それじゃまずいんで、ちょっとアラームはね、あらかじめかけてあります。それじゃしばらくゴロゴロしまして、お腹も減って、もうお風呂に入ってもいいそうです。あの時間で交代になるんですけどね。では、行ってまいります。ありがとうございます。撮影用に特別に貸し切りにしていただいておりますので、カメラを回しても何の気兼ねもいりません。いいですね。ここはね、まず露天風呂、ちょっと先に風呂場探検します。おおおお、あ、いい感じだ。広いぞ。お湯の香りがしてきます。湯田中温泉っていうのはあの透明な温泉なもんで、まあ見て分かる通りこうなんですけども、だからそんなにこう匂いとかもしないのかなみたいなイメージだったんですけど、結構香りがしますね。おう、塩化物泉だったような気がするんだけど、結構なんか鉄の香りみたいなのがするな。これあの温泉のまず3分の1ですからね。あのこんな風に外でもね、ちゃんと一応洗うところがある、まあ、他の2カ所にも多分あるんでしょう、まだ知りませんが。で、びっくりしたんですけど、これ別になんかタダにしてもらったからね、あの無理やり褒めてるとかじゃなくて、普通にすごいなと思うんですが、あのあそこから1カ所出てるじゃないですか、ね、で次にあっちも1箇所出てまして、2箇所から出てくるってのはあんまり見ないパターンですよ。そしてまた暑いかな、ちょっと暑いな。お湯は当然源泉かけ流しでございます。足をちゃんと拭かないといけなかったな、じゃないとここがびしょびしょになっちゃいますからね。タオルも持ってきていただいちゃいましたんで、まずかけ湯が必要ですね。あっち、もうちょっとお湯の出口から遠いところにしよう。あと温泉原理主義者は一応かけ湯でいいという話なんですけど、やっぱシャワーでしっかりと洗ってから入ろう。温泉の正しい入り方ってまあいろいろ言われるとは思うんですが、私のよく聞くところでは湯の町とかに行くと、まずこれで体の汚れをザバザバ洗い流して、その後これに入って体を温めてからシャワーで体を洗って、最後にもう一度お風呂に入って出ると、まあ、いうのがあのよくあるパターンなんですけども、まあ実際には先にシャワーに入ってほしい人が多いんじゃないですか多分。よし帰るぞ。おおおおお、なかなかいい湯加減だな。よいしょ。あーちちちちちちと言いたいところですか。あの、まあ、私はね、あのぬるいお湯ばっかり入るもんですから、あのちょっとでも41度とかのお湯でもう熱いとか言ってるんで、皆さんそんなに熱くはない、ちょうどいい湯加減だと思いますよ。なんかね、ちょっと暑いと感じるお湯に頑張って入ると、体の内側からなんか快感物質みたいなのが出るらしいって聞いたことあんな。それが癖になって、45度とか46度のお湯に入る人もいるらしいんですけど、あまり体をリラックスさせる効果にはならないんで、本当はやめた方がいいし、ある程度年齢がいってると危険だとか聞いたことがありますね。ああ、でも慣れてきた。慣れてくると快適ですよ。これ別に変な、なぜ、忖度とかね、言う、そういうんじゃないんですけど、あの、1万2000円で2食ついて、こういうお風呂3種類使えるんだったら良くないですか。そして後ろ、これですよ、打たせ湯。ビデオカメラと私とどっちが耐えられるか勝負。いや、そんな勝負しても何でもなんないな。どっちかが壊れるまでやっても誰も得しませんからね。ちょっとこのビデオカメラには離れたところで見守っててもらいまして、この打たせ湯っていうのはなんか頭にやりたい気がするんですけど、頭にはあまりねやらない方がいい。頭はなんか一応汚いとされてますんで、あの頭使ってるものをこうお湯につけるっていうのはね、多分嫌がられますよ。だから肩とかね。おお、あー、いいいい感じ、いい感じ、こういう感じですよ。あ、いいね、いいね。あまり熱くもありませんしね、強すぎるということもなくてちょうどいい刺激だわ。うわー、前方に水を飛ばしてみたんですけど、ビデオカメラが悲鳴を上げてるわ。この黙々と上のこの屋根の感じがいいですね。周りは全部ここの温泉、この旅館なのかな、全部木造の建物で取り囲まれてて、この松がまたいい味を出してますわ。しかしなんか男のくせにちょっと痩せすぎてますよね。あんまりこんなガリガリじゃどうすんのと思うんですけど、もうちょっとね、あのまともな体格になりたいなと思うんですが、なかなか頑張っても太らないもんです。
私風呂上がった後に、ね、外にこういうところにこう用意されてるベンチとかに座るのが結構好きなんですけども、ある程度ここで体を乾かしながら一方で頭などを拭きます。しかし YouTube に公開するほどでもないけど、本当に私の足細いに気持ち悪いな。なんとかなんないのこれ。いろいろね、タンパク質を多めに取るとか脂質も取るとかやってはいるんですけど、体質なんだろうな。とりあえずこのお風呂は上がりまして、まあ、こういうやり方でいいのかちょっと分かんないんですけど、ね、下がびちゃびちゃになっちゃうけど、でもちょっと自分の座ったところは一旦きれいにした方がいいっしょ。ゴシゴシしてもう一回ぐらい流しとくか。ちょっとでいいと思うんですけどね。まあ気分の問題かもしれないけど、一応ね、次の人がここにあいつが座ってたっての知っていい気分はしないだろうからな。上がる前に必ず足を拭いて、ここの足拭きマットではもう本当に最後に残ってるわずかな湿気を吸収させるって感じね。びちゃびちゃな状態でここに上がるってのはね、ちょっとマナー違反だと思う個人的には。体がサラサラになった感じ、いつもの風呂上がりとはちょっと違う匂いもしてきます。石鹸の匂いとも違いますよ。じゃあ続いてのお風呂はこちらですけど、平安ブロアと書いてありまして、アイデアブロ、私は可愛いリンゴちゃん、リンゴちゃん、どっかで聞いたことあるワード、お肌すべすべリンゴブロ、リンゴと楽しいひとときを。この中はリンゴ風呂でございます。で、中に入りますとですね、こんな感じなんですけども、古そう。今のご主人のおじいさんの代に作られたんだそうでして、建ててから 4,50 年ということでした。湯屋建築って言ってね、上のところ穴が開いてますけれど、ここから湯気を逃がしていって中に湿気が困らないような構造をしています。で、こちらまた湯船と奥の方にですね、リンゴがぷかぷか浮いております。ただいまリンゴのシーズンの終わりの時期です。ですからこの長野は青森に次ぐリンゴの生産地なわけですが、このように今日ここへやってくる途中でもたくさん見ましたリンゴの畑の、そのリンゴの実を浮かべてですね、まあ、実はまだコメントしてませんでしたけども、この建物に入った時点で、ね、すごくリンゴの香りがプンと漂ってるんですよ。こんぐらいでもね、結構香りがするもんなんですよね。切ってそのまま切ったやつをもうポン中にポンポンぶち込むぐらいじゃないとリンゴの香りなんかしたいんじゃないかなと思ったんですけど、これでもね、なかなかリンゴの、雰囲気が出ております。で、いつもであればもっとたくさんリンゴはあるんだそうですが、皆さんご存知の通り、去年の10月に台風がかなり強いやつがこの長野県を襲いまして、千曲川があふれ、そして北陸新幹線が使ってダメになってしまったり、大勢の方が亡くなったりということがありましたが、リンゴもその機会をかなり受けまして、私も使ってしまった新幹線を見に行ったんですが、その時にもうリンゴ畑たくさんあるやつの、ね、リンゴがもうことごとく落ちてて、どれももうとてもじゃないけど食べられる状態ではないと、そんな風になっておりました。なので今年長野のリンゴは大変少ないそうです。だからまあ、お湯の中の一部にとどまってはいるんですけども、それでもね、結構いいリンゴプロって感じですよ。みんなプカプカ浮かびます。香りもよく漂うんですが、もうそろそろ一般の方が入ってこられる時間になるということで、ちょっとね、カメラ回しながら、それはまずい、一旦退散。ザバー。で、このリンゴ風呂の建物は昭和50年ぐらい前に建てられたという話でしたけども、この私のいるこの建物はね、明らかにこっちの方がこう新しいわけですよ。これはどういうことかと。この旅館元は明治の建物なんだそうです。もうなんか明治の建物ばっかり最近では泊まってるんですけどね、これもそうかと思い、またたまげるわけですが、明治二十何年とかいう話でしたけどね。で、ここだけ昭和の時代に建てたところなんだそうです。これも立派な湯屋作りですけどもね、まあ、ともかく、今からこの地図を皆さんにご覧に入れますが、まあ、こういう形でして、私の泊まっているこの建物本体がこのようなこの字の形をしておりまして、この赤いところが後からの増築部分で、この、リンゴ風呂の建物でございます。で、この緑の失礼青の部分はこの池です。この黒い部分が明治の建物、私の建物、泊まっている部屋は大体この辺にあるというわけです。中が綺麗にリニューアルされてますからね、そんな古いようには見えないですけど、でも確かにこの一段の登り方とかはどことなく古さを感じるところはあるけど、でもこれも新しくしてんのかな。ちょっと
確かによくよく考えるとね、これめちゃめちゃ低い、柵が膝のあたりぐらいまでですんで、ちょっとこう酔っ払ってトトトーンって言ったらもう大変ですよこれね。2階の部分からガラガラと開けると形もすごく分かりやすいと思います。この部分が後で作った昭和の建物で、周りを取り囲んでいるこの白壁の建物は明治20年代の建物ということです。正直正面の入り口からではこんなに大きい旅館だと分かんなかったな。でも昔の建物ってのは油断ができないですからね。なるほどな、ここが行き止まりか。夜遅くと他のお客さんもいるかもしれないんで、ちょっと声は控えめでやりたいと思います。じゃあすっかり遅くなりましたので、まあさっきまで一旦休憩でもうすでに寝てしまったんですが、このふかふかの上に毛布がかかっている布団で休めます。ただここにこんなね、いいものを見つけましたよ。はい、プチ。おー、やっぱ予想、おお、これ天井にこんな、結構なことじゃないですか。じゃあこの部屋の暖房はこれだけど、多分つけなくてもそんなに寒くないです。喉が弱いんでね、暖房とかつけるとたちまち喉が痛くなるということになります。おお、最高だね。よし、ああ、さっき温めた自分の体温、布団がまだ保っていてくれました。じゃあマスクしたまま寝よう。おやすみなさい。また明日、まだ紹介していないお風呂などを皆さんにご覧に入れます。また湯田中温泉の街歩きもしなきゃね。おはようございます。本日は2020年の3月の10日でございます。中庭のお魚がたくさん泳いでおります。今朝の8時20分、朝食が8時30分からですが、ちょっとね遅くなるということはお伝えしてありますんで、ちょっとだけですけど、ほんのちょっとだけ遅くなって、先にお風呂に入ってから朝ごはんにしたいと思います。3つ目のお風呂、ヒノキ風呂とありまして、ただ今は男性用なんですが、ここがね、貸し切り対応してるらしい。誰も使ってないかな、誰もいなさそうだな。脱衣所見れば分かるけど、あ、服はありません。そしたらね、貸し切りに行くにはこの鍵をかければ、これ私専用になると、まあ、ここはそういうやつらしい、ね、ただ一応男女の時間はあるみたい。ここはね、こんなヒノキ風呂なんですけども、樹齢450年とかどっか書いてあったの、あ、どこだ、あ、これね、木曽のヒノキを使っております。木曽わかりますね、昨日ですね、動画見てもらった方ありがとうございます。塩尻の南方に習いとかあったじゃないですか。もうちょっとそれよりもさらに南かな。基礎のあたりでは大変高級なヒノキ、もうブランドの木材が取れるということになっております。暑いかな、まあちょっと暑いけど、ごく標準的な温度だな。少しだけ私は水入れてるから貸し切りなんでね。うわぁ、寝癖なんとかしないかな。ああ、でもとても温度になれればいい感じだ。早くお風呂に入ろうと思ったら利益使うんですが、まずちょっとやっぱり喉が痛くなってしまったんで、そんなひどくはないけどね。ここに入ってちょっと湿度を補給してすぐに直しちゃおうということ。でそれから、まあ、朝ごはんを食べるにあたって先に風呂に入っていた方がいいでしょう。ご飯食べた後にね、お風呂に入ると全身に血流が回ってしまって、そして消化がかなり悪くなるそうです。上がりますとそのままの流れで朝ごはんの時間でございます。おなじみ旅館の朝定食セット、朝ごはんもすごい充実してますけど、そんなものすごく量が多いとかそこまでではないな。まだでもご飯はいっぱいありますからね、これはちょっとさすがに食べきれないな一人では。朝だもんで、ね、多少カフェインが入っても大丈夫でしょう。お茶、
まあこれ入れすぎっすかね、あんまよくわかんないですね。最近お茶入れるってことしなかったからな。これで結構面白いタイプだな、こう中がこんなにこう広々してる。おはようございます、ようこそ信濃寺山の内温泉郷。山の内温泉郷という言葉を初めて聞いたな。まあ、この周辺のね、長野市から、電車で湯田中まで来て、そこからさらに乗り換えていくような温泉地がいっぱい書いてあるんだろうと思うんですが、私は知ってるのは湯田中と、渋神林地獄谷は知ってますけど、他は知らんな。結構いっぱいあるんですね。味噌汁にはこの通り信州の山の幸きのこがたくさん。そしてまたこれわらびですね、山菜。したらもうお腹いっぱいになって、あとはねずっとここにはこたつでポカポカと温まっていったんですけども、チェックアウトの時間になりました。これでとりあえずここの滞在は終わり。しかしセーフグソンさんではサービスとしてですね、ここの車でこの先の神林温泉というところまで送っていただけるというものがあります。神林温泉というのはそこからさらに30分ほど山の中を歩きますと、有名な海外の方にも知られているニホンザルが露天風呂に入る、その光景を見ることができる場所があり、そこまで行きは車で送っていただけるらしい。で、帰りはこの湯田中温泉までそこから来るバスに乗って帰ってきて、でここに預けさせていただいた荷物を持って電車に乗って帰るというのが、まあ、お決まりの観光コース。おそらくここへ来た人のほとんどはもう日本猿を見に行くんじゃないですかね。というわけで旅館の滞在は終わりですけども、湯田中温泉にはまだまだおります。おー、なんか前から見るとね、ちょっと大きめの一軒家って感じなんですけど。